おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も人身売買デスゲーム続きやっていきたいと思います。今回こそ最終回なんじゃない？あのセーブファイルがね、あれだったのよ、対決エベスさんだったのよ、ほらね、これで終わるんじゃないかと思われるので、さあ対決に備えていろいろやっていきたいと思うんだけど、純資産やばいことなってんな。いつの間に？オート売買プラスも買えそうだけど、ちょっと一応買っとくか、買うだけ。じゃあみんなの話聞いていこうかな。いよいよこれが最後の戦いになるわ。エベスさんと戦う準備はできてる？まだできてないっす。ちょっと他の人にも話を聞かせてください。アカネはやっぱり面白いよ。エベスさんのところに戻るなんてゾクゾクするね。もう特にことの葉を拾う必要もないのかな。もうなんでまたエベスさんのところに戻るのよ。こうなったら最後まで付き合ってあげるから、さっさと終わらせましょう。そうね。で、他調べられるとこもなさそうだね。じゃあもう本当に最後の戦いって感じかな。さあ、アカネちゃん、じゃあぶっ倒しに行こうぜ、エベスさんを。それじゃあ行きましょう。私たちの人生を取り戻すのよ。お、お帰りなさいませ。素晴らしい、お見事ですよ皆様。まさかこんな短時間で第5階層の課題をクリアしてしまうなんて。最高に価値のある皆様に出会えて、私は猛烈に感激しております。第5階層の課題、それは自己実現といったところかしら。ん？あなたは私たちに5つのゲームを強要した。サバイバル、殺人捜査、信用投票、トラウマ克服、そして自己実現。これらはアメリカの心理学者マズローの自己実現理論になぞらえたゲームよね。なるほど、自己実現理論なんちゅうものがあるんだな。マズローさん、ちょっと後で調べてみようかな。自己実現理論。人間の持つ欲求を5段階の階層で理論化したものよ。生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、承認の欲求、自己実現の欲求。低次元の欲求を満たしたものがより高次元に移行するとされているわ。その通りでございます。価値とは欲求を満たす存在ですから、5つの欲求を満たすことができた皆様は最高に価値のある人物というわけです。いいえ、あなたは一つ忘れているわ。自己実現理論にはさらに上の段階があるの。自己実現よりも上の段階、まさか。第6階層、自己超越よ。ありえません。その段階に至る人間は人口の 2% 程度、皆様のような一般人がたどり着ける段階ではありませんよ。私を見くびらないで。おお、ちょっと物騒なもの持ってるじゃない。ほう、それは御嶽さんのナイフですね。そんなもので私を殺せるとお思いですか。いいえ、どうせあなたも能力者、暴力でなんとかなる相手とは思わないわ。だから海老原くん、御嶽さん、ごめんなさい。なんで、ドキューだ。え、なにこれ。は、あ、え、なに、え、あ、刺されましたこれ。エビハラ太一死亡ですかこれ。え、太一くんと御嶽さんが刺されたのかな。え、これ、え、本当に無敵とかだったりするんか、太一くんの能力。それをコピーしてる御嶽さんもついでにみたいな、そういう感じになったりする。だそんなことを、そういう、ね、さすがにそういう戦略がないと、そんな暴挙には出ないと思うよな。俺としたことが、背後を取られるとは、油断したな。なんてことをするんですか、いきなり二人を刺すなんて。あなたにとって、一番大事なのはお金でしょ。
せっかく育てた価値ある人間を殺されたら、誰より困るのはあなたのはずよ。次はキリメさんね。彼女を殺せば全てが終わる。やめてよ、アカネ。それ以上やったら、私も黙ってはいませんよ。やれるものならやってみなさい。私は自分の命なんて惜しくない。キリメさんを道連れにして、あなたに両親を殺された恨みを晴らすわ。いい君ね。こうしている間にも、三人の価値はどんどん減っていくわよ。それで私に勝ったおつもりですか？あなたに殺されてしまう前に三人とも売却すればいいだけの話です。想定よりも利益は減ってしまいますが、ゼロになるよりマシですからね。売却完了。これどうなるのよ。価値ある能力者なんてまた新しく見つけ直せばいいのです。何度でも何度でも価値を上げて売って売って売りまくるだけですよ。エベスさんの能力についてちょっと考えてみたんだけどさ、なんだこのたい焼き。今頃気づいたけど、人の魂をさ、所有できるっていうか、魂をこう抜き取ることができるみたいな能力なのかなって。最初の時にね、あなたの魂いただきますよって言ってさ、太一君は連れてこられてるわけじゃん、この場に。だから人間の体とかからその魂をこう抜き取って保有することができるっていう能力なのかなって思ってるんだけど、まあでもその能力がこの今最終決戦においてどのぐらい役に立つものなのかどうかっていうのはちょっとわかんないんだけどね。かかったわね。え？お前が僕たちの命を手放すのを待っていたんだよ。お、ちょっと待って。あ、一気に上がってる、みんな。みんな上がってる。みんな価値が上がってる。ナイスパンチ。エベスさんが命を売却しない限り、私たちはずっとあいつの所有物だもんね。どうなっているのですか、これは。これあれか？アカネちゃんが買ったんか、全部。あなたが三人の命を売却した直後に、私が過半数を買い取らせてもらったわ。よし、かっけー、さすが、なるほどね。彼らの価値があなたのせいで大暴落していたから、私は格安で買うことができたのよ。まさか、私から所有権を奪うためにわざと殺される演技をしたと？いや、そんなはずはありません。彼らは確かに致命傷を負っていたはずです。僕は今まで自分の能力に気づかなかった。それは一度も能力が発動しなかったからなんだ。だって僕は。おー、熱いぞ。予言者だった。私予言能力持ってますね、これ。致命傷を受けても蘇生する不死の能力者だから。すげえ。なんですって。デスゲームに不死なんて、そんなのありですか？いや、海老原太一、価値すごいことになってるぞ。6600万、700万、900万、800万。すごい。私は投資家との戦いの最中、先見能力で殺されても死なない海老原くんの姿を見たの。なるほど、だからか。だから分かったんだね。そして私たちは、あなたを騙すために彼の能力を利用させてもらったのよ。不死に頼るのは危険な賭けだったけどね。下手すればコピーした俺も道連れだよ。不死系の能力といえば、数ある能力の中でも最高ランク。まさか海老原くんがそんな貴重な能力を持っていたとは。すごい、すごすぎる。太一くんの価値がどんどん上がってるわ。さらにもう一つ、
あなたが油断した隙に奪ったものがある。それは。じゃーん。これ、なんだ。まさかそれは、私の命ですか？ああ！御嶽パンチで触れたから、魂を抜き取る能力手に入れたんだ、これ。ほら、エベスさんの価値、あるもの。人間から命を取り出す能力。エベスさんの能力をコピーしたんだ。これでお前も俺たちと同じ土俵に降りてきたね。いや、素晴らしい。くそ、ふざけるな。エベスさん、能力者総会のルールは、価値が最下位のものを売却する、だったよね。お前と僕たち、どちらの価値が高いのか、正々堂々と勝負してもらうよ。望むところだ、ゴミクズども！投資家の皆様に見せて差し上げましょう。第6階層能力者総会を開始します。能力者総会開始。この総会では過去に入手したことのあることの葉を使用することができます。なるほど。これまでの全てのゲームを思い出してエベスさんを打ち負かしましょう。オッケー。集大成ってやつだな。これまでのみんなの思いを背負ってエベスさんぶっ倒そうぜ。そもそも私は投資家に能力者を売る取引所の運営者なのですよ。ただの商品である皆様よりも価値が低いわけがないでしょうが。それはどうかしら。やってみないとわからないわよ。わかりましたわ。能力者の価値は投資家によって決まるのです。投資家第一主義を心がけている私が彼らに見捨てられることはありません。そうかな。投資家第一主義、投資家第一主義なのにあなたのせいで大暴落してるっていうのは矛盾なんじゃないってことかな。うん、反論。何が投資家第一主義だ。お前は自分のことしか考えていない。僕たちの命を大量に売却したせいで価値は大暴落、投資家も大損したはずだ。売れば売るほど価値は下がる。お前がそれを知らないはずはない。あの時お前は金のことで頭がいっぱい、投資家のことなんて何も考えてなかったんだよ。それは私のせいではありません。全ては時枝さんの策略ですよ。彼女が諸悪の根源なのです。全部茜のせいですって。元はといえばあなたのせいでしょ。私たちは茜を助けた後すぐに元の世界に帰ることもできたわ。それでもここに戻って今あなたと戦っているのは、あなたが私たちの価値を上げるために仕組んできたことが許せないからよ。私は何も仕組んでなどいません。皆様は勝手に逆恨みをしているだけです。全部エベスさんが仕組んだことだってもう全部分かってんだよ。いや、全部お前が仕組んだことだったんだ。今までさせられてきたゲームだけじゃない、僕たちの過去の出来事だってそうだ。時枝さんの両親が自殺するよう仕向けたのもお前の仕業だろ。なんだ、俺たちの価値ってさ、ほとんどエベスさんの企みによって人為的に作られた価値じゃん。こういうのって良くないよね。価格操作って言うんじゃないかな。人聞きの悪い言い方をしないでくださいな。私は皆様の価値を上げるお手伝いをしただけです。第一、皆様の投資情報は最初から投資家の皆様に全て公開しているのですよ。投資家にとって不利になる操作など何一つしていないのです。投資家にとって不利なことは何もしていない。本当にそうなのかしら。どういう意味ですか。あなたが私たち能力者全員を平等に扱っていたとは思えないということよ。そんなことはありません。皆様のことはいつも平等に扱っています。開始価格もルールも同じ。このゲームの何が不平等だというのですか。能力者ランクとか決めつけてたよな。
あなたは第二階層で私たちにあるものを配ったわね。はあ、あるもの。殺人捜査に役立つものかな？だよな、多分。あー、その中でその証拠からその指紋とかがね、わかるようなキットを小春ちゃんに渡してたんだよな。それだって犯人側に渡してるから、それって悲劇なんじゃないっていうことかな。確か殺人捜査に役立つものだったよね。ええ、そのおかげで皆様は犯人にたどり着くことができたじゃないですか。あれを配った理由は本当に犯人を見つけるためだったの？もう分かってたんじゃないの？全部見ててさ。はい。確かにあの道具は結果的には犯人を見つけるために役立ったわ。でも道具を渡す相手に問題があったのよ。俺には茜の言いたいことが分かってるよ。問題なのは俺が受け取った道具のことだろ。ゴーグルか？水中ゴーグルかな。あ、犯人に渡すものじゃないよな、確かにな。水中ゴーグル。そうか、犯人である御嶽さんにそれを渡せば、オアシスに沈んでいた凶器を先に拾って処分することもできるんだ。残念ながら、凶器が沈んだ場所なんて、俺自身は覚えてなかったんだけどね。おまけに水中ゴーグルまで処分されたら、私も凶器を見つけられなかったわ。そう、エベスさんは一番重要な道具を犯人である御嶽さんに渡していたのよ。それがどうしたというのですか。そんなの偶然に決まっているでしょう。どの道具を誰が受け取るかなんて私にも分かるわけがないのですから。これに関してはそれぞれの部屋に置いておきましたんで、間違えずに受け取ってくださいねみたいなこと言ってたから、これは人為的ですね。自分の名前が書かれた扉、これだ。あの道具を受け取るためには自分の名前が書かれた扉を開く必要があった。さらにそれぞれの扉は各自のウォレットでロックされていたはずだ。つまりそれぞれの道具を渡す相手は最初から決まっていたってことじゃないか。さらに共犯の小春ちゃんも証拠隠滅の道具を受け取っていたはずよ。これだね、指紋採取キット。はい。どんどん金持ちになっていくんだが。そうか、もし凶器を処分できなくても共犯者が指紋採取キットを持っていれば、凶器に実行犯の指紋が残っていたとしても先に拭き取ってしまうことが可能なんだ。ということは、みんなに捜査道具を渡した本当の理由は犯人を最下位にさせたくないから。ちょっとお待ちなさい。一体何のために私がそんなことを。御嶽さんの能力が A ランクだからじゃないの。御嶽くんは私の所有物である梶間くんを勝手に殺してしまったのですよ。そんな殺人犯を手助けする動機なんて、私にあるわけないじゃないですか。理由は簡単。あなたは梶間さんよりも御嶽さんの価値が上がると踏んでいたのよ。だからあなたはあんなところで御嶽さんの命を手放したくなかったの。うん。御嶽の価値が上がると分かっていた？どうしてそんなことが分かるの？そうですよ、誰の価値が上がるかなんて私にも分かるわけないでしょうが。いや、分かっていたのかもしれない。だって御嶽さんはコピー能力の持ち主だ。コピーなんて大した能力じゃないでしょ。そんなのは価値が上がる理由になりませんよ。 A ランクだよ、能力価値がよ。コピー能力は価値がある A ランクの能力だろう。お前が作成した書類にはそう書かれていたはずだ。一番の問題はエベスさんが御嶽の能力をいつ知ったかよね。プロフィールの書類には僕の能力は不明と書かれていたから、最初から全員の能力を知っていたとは考えにくいな。当然ですよ。だってあのプロフィール書類は各自の能力が判明した時点で情報が書き加えられていくのですから。御嶽さんの能力が書類に書き加えられたのはいつ？それはもちろん御嶽くんが最初に能力を使用した時、すなわち
カジマくんを殺害した際に炎の能力をコピーした時です。なわけないね、サイコキネシス使ってたからね。サイコキネシスこれだ。おい、それはおかしいんじゃないかな。だって三宅さんが最初にコピーしたのはサイコキネシス能力だったはずだ。確かにそうでした。俺がサイコキネシスをコピーしたのは予選が始まる直前だよ。その時点ではまだチャートは動いていなかった。つまり投資家は俺の能力を知らなかったんだ。投資家の知らない情報をエベスさんだけが知っていた。そしてその情報はカジマが殺害されるまで投資家に公表されていなかったのね。ストップ、中止、能力者総会は中止ですよ。これ以上やっても意味はありません。そうですよね、そうに決まってますよ。皆様のお望みは金ですか、価値ある人生ですか。その全てを与えましょう。価値ある人間である皆様にふさわしいもの。だから今すぐにこの総会を中止しなさい。あら、ずいぶん焦っているように見えるわね。でも今さら何を言っても無駄よ。お前は自分の個人的な利益のためだけに公表されていない情報を使って売買したんだ。つまりインサイダー取引をやってたってことかい、ヘベスさん。してません、してません、私は売買なんてしていません。投資家のうちの一人だってあなたは言っていましたね。皆様の命を売買している。往生際が悪いぞ。お前は確かに言っていたじゃないか、皆様の命を売買していると。ああ、なんのことやら。観念しなさい、エベスさん。あなたがした行為をなんて言うか知ってるでしょ。私が未公表の情報で売買したからといって、それが何だというのですか。インサイダー取引って言うんだよ。インサイダー取引だよ。投資者保護に反する重大な違法行為だ。取引所の運営者であるエベスさんが投資家を出し抜いて価値を操作、売買していた。その事実が明るみに出ればあなたの社会的な信用は失墜するわ。この私の価値が。もう終わりだよ、この取引所もお前自身も。さあ、そろそろ結果発表の時間ね。3、2、1、終了よ。最後の能力者総会、その結果はエベスさんが最下位だ。そんなバカな。エベスさん、分かってるわよね、能力者総会で最下位の人がどうなるか。待ってください、金ならいくらでも。私たちが欲しいのはお金じゃない、あなたの心からの謝罪よ。私の両親を殺したこと、能力者のみんなを殺したこと、そしてあなたが裏切った全ての投資家にひざまずいて謝りなさい。この私がゴミクズどもに頭を下げろと。誰が謝るものか。世の中は金が全てだ。金のある者が生き残り、金のない者は勝手に死んでいけ。最後まで反省の態度は見られないわね。海老原くん、やってしまいなさい。うん、これで終わりだ。投資家のみんな、エベスさんを連れて行ってくれ。売却完了だ。くそここは僕たち元の世界に帰ってきたのか。やったわね、私たちエベスさんを打ち負かしたのよ。犠牲は多かったけれど
やっと自分自身を取り戻すことができたわ。あなたたちはこれからどうするつもり？僕は今まで通りの日常を過ごすよ。もう自殺なんてしようとは思わない。まあこの能力のせいで死にたくても死ねないんだけどね。じゃあ私はファッションデザイナーになろうかな。私の能力を使えばお洋服を作るのはお手の物よ。俺のことは詮索しない方がいいよ。君たちが普通の人生を送りたいならね。私は詐欺に遭った人を救済するための活動をしようと思っているわ。世の中には私の両親や私たちのように金絡みの被害に苦しむ人がたくさんいるもの。ここから先はみんな別々の人生を歩んでいくんだね。ええ、誰かの所有物としてじゃなく自分で切り開く本当に価値ある人生をね。いつかまた成長したみんなに会いに行くよ。みんな今までありがとう。本当に本当に感謝しているわ。行こう。僕たちの価値は自分自身で築き上げていくんだ。ゆかりちゃん、ゆかりちゃんの一枚絵でエンディング始まるのどうなん？あー、いい話だった。なんだろうな、あの人身売買っていうテーマって結構なんかね、えげつないところをテーマにするなって思ってたんですよ。でもこういうテーマにもかかわらずめちゃくちゃ王道な激アツ友情ものって感じがして、私すごい楽しかったですね。結構ね、展開はベタだったりとかするんですけど、それがいい、そこがいい。ね、私が割と予言できちゃってたのも、こうだったらめっちゃ熱いよなっていう私の中のことを言ってただけなので、その熱い展開を全部さ、全部叶えてくれたから、このゲームやっぱすげえ良かったですね。楽しかったですね。はい、終わっちゃったよ、エンディング。エビ原太一、誰？まさか彼がS ランクの不死系能力者だったとは。あのエビスが売りに出されるとは思いもしませんでしたわね。これからどうするおつもりですか？これ何人かいる？複数人いるか？これ何も変わりません。予定通り開催するのですよ。価値ある人間による真のデスゲームをね。To be continued? マジか！え？これ続きあんの？もしかして。ゲームクリア、ありがとうございます。どういたしまして。手に入れた貴重品を引き継いでゲームを最初からスタートすることができます。あ、マジか。まあ、セーブしようかなと思うけど。貴重品購入？もうウォレット拡張は全部し終わっちゃったから。うん。もう購入済みだよね。映像フィルム全部買えるんじゃないかな。買えるね。余裕で買えるね。だって、最終的な純資産がさ、6,548億3,053万円。すごい！金持ちになった。全部購入しちゃおう。映像ウォレット。ね、違う、映像フィルム。ラッキーセブンに、セーブして。じゃあ。人身売買デスゲーム、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしね、続編があるのであれば、いつかやっていきたいなと思っております。他のね、実況動画もたくさんあるので、もしよかったら他の動画もチェックしてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。最後にちょっとね、動画投稿者らしいことを久しぶりに言ってみました。ということで、また別の動画でお会いしましょう。おつぴよでーす。最近はね、TRPG とかの配信もよくやってるし、月1でマーダーミステリーとかもやってるんで、よかったら見に来てください。バイバイ。